ってことで今回は、イン羽田。まあちょっと、まあ今日から福岡なんですが、ちゃんゆさん切っての希望ということで、羽田から、はい、お届け。またやって、いやいや、やっぱ羽田しか厳しい。いやいや、違いますよ。スカイマーク、スカイマークってご存知ですか？いや、スカイマークでも安く、いや、スカイマークも安くないよ、やっぱ。ジェットスターと順平、比較したでしょ、一緒に。いや、でも俺なんかさ、やっぱピーチ、ジェットスター。でも、やっぱ、ヒーヒーっていうか、ヒーヒーって言ったんやけど、そうね、やっぱ、俺なんかはね、身分的に、全然お見送り便みたいなの使ってんじゃん、なんかある、そんなあんの、なんかありそう、海外とかであるじゃん、なんか空港まで送ってくるサービス。へえ、いやいや、ほんとそんなのも知らんぐらい。いい話、いい話です。じゃあその自己肯定感が低いから、そうだね、もっと低くて今ちょっと高めになってるチャンネルがアドバイスをね、チャンネルが人っていうのは思ってるより頑張ってるだからそれは見る見る見るで、あ、偉いな、例えばちょっと編集できただけで、あ、自分偉いなとか、まあ、そもそも男と共同生活してるのすごいなとか、その思う結果となって家庭を持って家庭を持って、いや大事よ、ここまでやれたで、これ大事、本当にそうよ、大事。なんか知りたい、よかった、何が知りたい、でもよかった、本当にそう、どっちも好きで普通今迷ってて、元気ガールズを合わせようとしてるんでしょ。ちょっと待って、それどういう心情、どういう心情、え、だから俺って本当になんか中途半端が苦手なんだなって思って。なるほど。そのどっちにも別に言ってはいるでしょ、言ってはいるし、うん、付き合ってないって、でそのでもあっちから2人とももう他の女の子の話はしないでって言われて。なるほど。だからまあ別にしてなかったんやけど、でも何だかんだ仲良くなって1年以上続いてるから、どっちもちょっとなんか付き合いたそうな感じ。まあいや、だけどグロいことをしようとしてるよね、だいぶ。だからもう、じゃあほうやっぱニーナいいね。孤独はそのサソリとかヘビとかヤバいそのあの強い生物を一個の壺に入れて一匹だけ生き残ったやつが最強の生物っていう中国のヤバいやつがあるんやけど、孤独けど、うん、その黙って付き合うのは違うと思っちゃうよ。あ、片方どっちもにもね。どっちも黙って片方じゃあ付き合いますって言って、まあ、言ったら二股みたいなのはでなんか違うと思っちゃうから。じゃあもう公認の二股だったらいいじゃん。なるほどね。一応公認ではあるけどより公認ってことね。そう。だからもう三人で付き合おうみたいな。やばい。やばい。だって俺その子にちょっと質問の話にするんだけど、その子に写真とか、おい、やめろ、もう終了です。妹の前でやめてください。終わりでーす。バン。もうね、元気がせかせか、東京いや、なんだよ、東京物件の俺も今、ほら回しながら、おい、これね、このそんな大きい、これマジででかくない、やばい、これが時間かかったんやろな、これをもう食べたくて、グーテンがあるよ、俺っていうか。
怖っ、え、そんな中学生なの、怖っ、手震えてたの、やばかったよね、え、早く食べたい、早く、マジで薬中やん、グルチューやん、グルチュー、グルチューやん、あんた、グルチュー、グルやめろ、な、え、これ何、これ誰、データライン来たね、え、ブズ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 、リッキーが来た時のデルタラインで来たね、しゃべろって、おい、クソキンだ、めっちゃ喋やめろ、お前ラッパーのくせによ、美味しかった、このくらい、なんで喋んのかよ、これもグルテンの作用や、落ち着いて、あ、ほんとや、食べる前あんのよ、今もう笑顔見え、この笑顔、うわうわおい、ふざけんじゃねえ、でもちょっと食べて食べて、怖いからちょっと早く食べて、前はふざけんな、食べて食べて、落ち着いて落ち着いて、あ、落ち着いた落ち着いた落ち着いた、シャフやばいね、皆さんね、気をつけてください、シャフはダメだよな、マジで、うん、あんま言っちゃダメだって、そうね、旅行っていうのも良くないね、よくしのぎやるのもいいんですけど、シャブだけはちょっとやめてほしいです、しのぎとかあんま言わないです、シャブはあんまやるだけですか、しのぎって何、しのぎにも薬剤用みたいな、上に上納せなきゃいけない、お金を 下の人たちが働く、いろいろなんかやってお金を稼ぐことをしのぎっていう、じゃあうちはもうちょっともうカメラ切っていい、そろそろもう親父に会いに行かないかんからさ、親父にさ会いに行かないかんから、やっぱりそのやっぱチャンユーの友達だけってもやっぱ良くないかなと思ってさ、いやいやいや、なんてこと言うの、いや悪い意味じゃなくてね、うん、やっぱりレイカーは一応やっぱ出したいなっていう、いいっすね、僕はでも正直福岡、うん、ミス福岡、レイカーと思って福岡各都道府県に一人、ミスジャパン公認の、うん、そう女性をね見つけて、うん、ちょっと濁して女性とか、さっきまでレイカーの前やとさ優しくなるやん、さっきまで汚い言葉使ってたよ、私に優しい、もう書き垂れね、もう書き垂れね、もう書き垂れね、その前映像流れてんだよ、いろいろ言ってたの、まあそれ見てもらったら分かると思います、いやいや、こうなるよそりゃ、そういうことでね、レイカーの説明が足りないかもしれないけど、うん、俺と元気が福岡でやってる時にミスコン応援企画っていうのをやってて、はいはい、その時に応援してたうちの一人、そうです、ともみのね動画は残ったけどレイカーのはないのよね、うん、ああ、うん、そっか、元気ジャパンのそのエンディングのギターを弾いてくれてたりとか、うん、LA 編の最後の動画の歌、うんうん、BGM のやつか、スーパーマンかな、うん、のあれです、うん、でもそう考えたらそこなんてミスコンやミスコンやん、すごくない、あ確かに、いや確かに、レイカ可愛くなってんな、いや元なよ、やった、うん、っていう感じなんですけど、はい、でレイズステイのじゃん、そうね、これが相席、相席ね、相席、うわいいね、本当に私何にも知らされずに、そのライブに誘ったのよ、純平さんを、実は15時からライブ行こうかなと思ってたの、あ、そういうこと、そうだから夜から誘ったそれ、それは違う、それ、それはその後に決まったことやから、もうやばい、やっぱちょっとレイカ博多弁が全然出てないから、あそうね、俺らが博多弁で喋らんけん、やっぱさ喋っていこうよ、やっぱ博多弁聞きたいと思うよ、じゃあ久留米弁だろ、すかクルメ弁、クルメ弁喋ろうかね、クルメ弁結構あれなんじゃん、ガバとかやろう、ガバ、うん、ガバのハーっていう、ガバチとかね、ガバチ、うん、めっちゃみたいな、へえ、いやもういいわ、5年前でこれが福岡、変わんないね、やけ、うん、やけそのね、本当に元気が、うん、もう本当に東京に染まりすぎてせかせかしてんの、あーね、で福岡に来て、あ今の福岡、あーね、あーねも福岡、イントネーションイントネーション、あーね、福岡に来てもう遅いと周りが、動きが遅いなんて言ってないけどね、もっと無駄のない動きをしろと、俺もレイカがこの前東京来たよね、うん、そのラルーチェってとこで働いとって、そのポップアップで東京来て、うん、ちょっと俺ラルーチェの YouTube も撮影しとるから、うん、一緒に東京で撮影したんやけど、おっせとそうだったんだね、いやでもそんなこと思ったんや、俺はおっせっていうか、うん、あでもこれが福岡やったかもしれんと思って、のんびりしとんなって思ったんや、そうやっぱ東京って早い、確かにね、俺はそう思ったし、ね、元気も今日やっぱ福岡でそう感じたってことは、やっぱ東京早すぎると思う、早すぎるね、やばいな、え、なんでせかせかしちゃうのね、まず、俺、うん、いや余裕がないからどうしたこれ元気の何なんか昇進してんの、いやでも元気さなんかちょっと悩んでるみたいな、ちらっと多分動画でまだ言ってないんじゃない、なんかそのそれこそ余裕がないから口説けないね、最近女の子、あーねー、もはやよくないじゃん、まあまあまあ徐々にやってくれるとは思うんだけど、うん、別にそこに対しては
もう無理やとは思ってるわけじゃないんやけど、確かに。いやでもこういう一つ一つの出会いがね、うん、いいです。まあ大事かも。うん、これでレイカに会えたの、はい、なんかしみるもん本当に。あ、そうなの？レイカーってなる。まあ、確かにレイカはあの福岡って感じ、本当に。本当に。まあそんな言ってますけど、ちょっとライブ行きたいんでしょ、レイカ。23分ぐらいには出たいな。レイカやばいやばい。あと5分ぐらい。レイカは今せかせかしてます。そう、中盤せかせか。そう。これは福岡初日はしゃぎすぎたジャンユウです。いや、やっぱその地元の人だと楽しくて、なんかはっちゃ、あの嬉しくなっちゃう。はしゃぎすぎたよね。はしゃぎすぎたよね、みんな。そうだよね。いや別に心がはしゃいでたんや、めっちゃ。もうあの、でも抑えた、みんながいるから。俺らはほぼ同じ時間を過ごしたけど、俺らはそんなはしゃいでないけど、全然はしゃいでない。嬉しすぎて、なんかこうジャンユウはしゃいでたんや、ずっと心がずっとこうこうなってた。まるで休憩っていうね。まあ明日の作戦会議ね。リニューアルもある。明日はちょっとね、雨なのでちょっと撮影できなそうなんで、牡蠣でも食べに行こうって話を。もう決定それは。いや、なんか牡蠣ってか、まあ車がとりあえず借りたいんや。車借りていっぱい行けるとこあるけんさ、俺も車あったらもう行けるとこいっぱいあるし。牡蠣食べて糸島の方見たいとこもいっぱいあるしさ。マタイチもしよう。ああ、マタイチもいいね。でも雨やけん、マタイチはしょ無理かな。プリンが外のね、塩プリンみたいな。この間スムージー屋さん行ったよ。雨で野菜行く。これは完全にオフを満喫しているジャンユウさんでございます。今はラランドの YouTube を見ながらラランドの T シャツを着て過ごしていますね。西田の彼女オーディション、いや彼女オーディション終わって勝手に流れてきた、向こうに見たやつ。あ、見たことない。石田が遅刻するやつ。あ、はいはい。それをさえが古しかとして、わかんない。こいつちゃん。まあ最近はでもラランドよりサラバの方が好きなんでしょ。サラバやばい。ここの部屋のこの画角多すぎやろ、絶対。いや、そもそもないよ。ここでめっちゃ撮ってない。いいよ、じゃあ奥行き使って、ほら。おい、OK、これ使おう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 。それ、これはサラバのなんか元気ジャパルオータですか。え、何やっけ、ニューヨーク行った時に。あ、何やっけ、なんかやるったな。元気さんと、何やっけ、マグロ芸人。あのフェードアウトしていくサブちゃんの探しちゃうかと思うんですけど、元気さんと2人で。あったかも。まあチャンユウは本当にマグロって有名ですからね。はい、ダメダメダメ。ということでありがとうございました。誰かドイツ聞いてる。やっぱチャンユウは昔からプリクラを見たら一人で撮りたい。ああ、そっか、あったね。言ってたよね。なんか一人プリクラみたいなの撮ってた時期あって。新しい500円だけんかな。やっぱ好きなよねチャンユウそういうの。チャンユウでもそういうのをさ、福岡にも来たしさ、うん、そういうのを解放してほしいよね、本当の自分を。そうね。あ、いや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 、暗い暗い光フラッシュはフラッシュ。そのもう一個のあれはチャンユウ、その白いのが垂れ下がったよ、右側、左側か、左側。それでなんかライトつけてすんじゃん。おー、それやな。んで俺の方が詳しい、マジで。俺やったことある人みたいな。なんか結構いいやん。いろいろちょっとバリエーションください。ちょっと顔面めっちゃさ近いやつとかさ、そう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 、8パターン大変よ結構。え、撮れてないし。近すぎるんだ。はい、これ完成形です。これシールじゃない、写真。でもこれ結構な、なんかズームクラみたいにめっちゃ顔変わるとかじゃないか。でもそのまんまやね。だってそのまんまやけ、加工なし、カメラやから。そこいいんじゃない？イギリスホテルと多分一緒。一緒じゃないけど、でも加工なしやん。一眼レフって書いてたもんね。え、これ確かにいいね、加工はさ。これおしゃれやん。最近のプリクラやばいやん、加工もう。確かに、これ良くない、うん、普通にこれいいやん。これどうするこれ。いや、まあ1枚視聴者プレゼント。だるだるって言って自分でしてね。いや、それはそういうのやりよったやつ、確かに。あ、でやっとった。人間と2人でなんか池袋時代とか取り入ってプレゼントして、ね、いや、自分でやって。これもいいよ、これいいんじゃん。いらない？いや、いらない、いらない。なんでこれシールになっとんかな。いや、シールじゃなさそう。普通にただ写真剥がさないね。やだやだ、取れないね。水平にしてる。あんま写真はベタベタ触らないよ、そこ。でもいいやん、これ元気さん。いやいやいや、おもろ。いや、マジで俺さ、マニュアルしか知らんからさ。ということで、これ、待って、運転でデビューですか？
いやデビューじゃない、もう一回その東京ではやってるんよ。え、あ、その誰との車ね。そう、あ、じゃあしてんだ、その教習以外で。以外でもしてる。あ、してんだ。そう、まあまあ、え、その車の大きさはちっちゃかったね。あ、ちっちゃいね。これでかいのよ今回は。しかもこれだってこれどうやったら開くのこの。いやいや、あるよ横に。え、何ハリアーだっけ。まあ行ってみっかとりあえず。じゃあ福岡は余裕ってことか。東京、まあ、いや分からんよ。でもでけえもんこいつ。いやいや、うるさということで。マジでかくない。ビビビ譲りますよ。あんだけみんな、こいつでかくない。あんだけね、みんなに文句言う。いや、まあそのでかい方であるけど、これいけるの。しかもこれさ、いきなり難関なんだよ。いや、まあいけるけど、これ、え、あれやってなくていいの、ワイパー。ワイパーどこでやるの。ワイパーなってねえよ。え、なんでる。え、雨の日運転したことないの。ない。こういうことをやっていかないとダメだよな。自分はすごいチャリ突き出してるから気をつけて。これ困るのよ、だからマジで。めちゃめちゃゆっくり走行してる。いや、もう、ね、あれでやってるよ。何件これ。もうクリープ現象で進んでる。徐行ね。完全徐行。10キロのやつね。マジクリープだけです。今まで乗った車だけで。おいおいおい、どんなブレーキしてんねん。大変なのよ、だから運転っていうのは。いや、おもろいけど。いや、これでかいの怖いな。俺気持ちマジ分かったわ。マニュアル取って生きてたけど、オートマでもやっぱ緊張するわ。普通に緊張する。トナギですよ。はいはいはい。トナギ周辺に今来ておりまして。トナギってところが実験者の住宅だったと。そう、そう、そこよ。ここまっすぐ。え、まだあんの。存在はするけど、建物はあるけど、あ、もうトナギはない。トナギなくない？え、どれどこ？どれ？あの建物ですか？危ない。どれ？あれ、あのさ、先のさ、黒と白のやつさ。さあ、これです。これです。これ皆さん、これ。え、やばい、雨めっちゃ入ってきた。雨めっちゃ入ってきた。で、今日今言ってるのが、その俺らがトナギ時代にめちゃめちゃお世話になったというか、まあ、食いまくってた。うん、クソうま唐揚げ屋さんがあるの、うん、そのもう本当に美味しすぎる唐揚げ屋さん。俺今まで鳥吉を超えた唐揚げ屋さん出会ったことない。今東京とか行ってもってくらい美味しいのよ。そこに今向かっております、うん、こちらですね。いやー、懐かしい。合ってますか。美味しいですか、本当に。ここやばい、美味し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 い、すごい、みんな待ってる。めちゃうめ。これが何や、塩？塩とタレ？いただきます。ちょっとあれのミックス買うのが一番おいしい。うん、まっ。あ、おいしい。非常にうまい。やっぱ濃いめの味やね。うん、いや濃いよ。うまいね。だいぶ濃いね。これ弁当があるんだよ、鳥牛の、うん、はいはいはい。それがすげえご飯もりもりでさ、うまいのよ。懐かしいですね。麻薬だよ、本当に。これおいしい。これうまいっす。うん、あ、一個じゃんけんや。うん、うわ、鳥よしじゃんけん、じゃんけん、ほい。いただきます。うまい。これ後で食べます。福岡大学。ねえボケがおじさんすぎるって。どういうこと、どういうこと。こうやってさ、めっちゃ丸気な腰、けっぺり腰、こんな。いやいや、俺もやってたんよ、ね、福岡大学って。あ、やってたやってただけ、こうやって。あのですね、その本当にうちと元気さんが実は初めて、本当に初めて、あの、会った場所が副大なんですよ、実は。確かに。そう、うちがミスコン期間中になんか投票活動みたいにしてるところになんか変なおじさん、いや、それ違うやろ。しかも二の駆動みたいな、その時確か。おー、ほいほい。そう、3人で来て、で元気さんがなんか二の駆動発信機を取って、元気さんがなんか女の子一人一人取材して、うちなんかその取材でいや、ちょっと事実変えてるな。え、変えてない。いや、俺が歩いてたら、なんか可愛い子声かけられて、なんか可愛いなと思って普通に逆断されて、そしたらなんかチャイム横に行ったっけん、俺があの話に混ぜてあげた。仕方なく仕方なく、だからツイートされたからこっちこっちってことこちら、でーん、やばい、ここに今降りて、いや、でもここが入ってなんですけど、はいはいはい、あ、懐かしい、ここ。ああ、あったかもしれん。いっぱいあって、そのうち5辺ぐらいに立ってたよって。あったかもしれん。投票お願いします、はい、変なやつ来て俺がここら辺で、多分本当にこの角度で、そう思って、みんなそこいて、なんか元気さんが1人ずつさ、かわいいとか言って。ちょっと動画映れますか。こんな感じで自撮りで動画撮って
本当に、でも全員じゃなかったよね。これがなんか始まりと言っても過言ではないんじゃない？まあ確かに。うちが元気ジャパンを加入するにあたっての。絶対場所ここじゃなくていいよ。なんでこんな薄ぐらいが場所でやってたよ。わかんない。ここ、まあ通路で人が通るけんじゃないですか。あ、そういうこと。あ、そっか。うちらがよく遊んでたスポットなわけですよ。学校帰りとか。まあまずこれですね。カラオケバンバン。ああ、そういうこと。もう行き詰め、行きまくって。カラオケ来てな。カラオケバンバン、こっち歩いてます。カラオケじゃあ行こうぜ、この後。朝晩とかあるやん。バンバンの朝晩。うわ、朝晩、夜晩ですよ。ちょっと、卑猥なんじゃないですか、これ。よくないんじゃないですか。こんな。わー。本当にやめた。ちゃん言えました。おはようございます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 。はい、福岡ですけども、はい、ね、ちょっと気になってるタバコがあって、はい、あー、そういうこと？売ってたので買っちゃいました。こちら、ドン。トレジャーっていうやつかな。ピースみたいな見た目よね。そう、ロンドン、イギリスのタバコなんやけど、世界一高いタバコって言われてるよ。いくら？お値段20本入り3000円。たっこ、たっこ1本、やばい、ちょっと計算を150円。あー、高い。小巻とかに比べたら全然安いけど、うん、そこでやったんですけど、見てください。あ、でん、え、チョコレートみたい。そうでーん、すごくない？え、金、ちょ、1本出してみてよ。多分ね、金箔でこの吸い口を、あ、じゃあもうなんか住んでんのよ。普通に高級志向な、うん、あ、じゃもう、あ、ありました、ました。はい、見えました。ちょっとかっこいいね。準備ピントが合わなくなりました。黒と金でやってますから、。だからちょっと、まあ今ちょっと編集とかしてるんでね、あれなんですけど、ちょっと吸ってきて。あ、レビューしたいと思いますんで。全力満金。風レポ、だ、スーレポってことやろ？スーレポ。スーレポ。そうね。スーレポ漫談聞けるってこと？そのやっぱ激高、うん、高級ソープですから、はいはい、これ。す、うん。ちょっと今日高級タバコのスーレポお願いします。スーレポしてきますわ、ちょっと、うん、バモス。バモス、いってらっしゃい。おかえりさい。じゃあ吸ったんですか？吸いました。そりゃそうですよね。そりゃそうですよね。まあ行ってないですね。あらら、ら、行ってないんかい。バトでした。最初、うん、最初やっぱタバコとかハマキってさ、一吸い目がこう一番美味しいっていう感じはあって、うん、まあ一吸い目から別に美味しくないなっていうのはすごいあって見た目かっこいいやけどね、めっちゃ、うん、こんなさ、うん、うん、でもこれは本当、はい、見た目だけがぶつけた的場浩司。え？って感じかな。指定さんすか？うん。狭いところが。まあとか、そのめっちゃ急いでるときやるんですよ。ああ。飛ばしてるとき。飛ばしてるときとか。これちょっと前のめにしてこれ。たりとかするんだけど。なるほどね。それはいいかも。その片手もなんかさ、片手やってます感出すとちょっとさ。まあちょっとそれはいい。片手頑張ってんなじゃなくて、ああ、そう添えてたら、まあまあまあ、あの、どっちもいけんだな。なるほど、ね。というか出るかもしれない。いや、撮ってるし。いや、その質問する、質問をする順平っていう。ちょっと待って。俺、これこの座り位置はどう？もうちょい後ろの方がいい？だからそれで、例えば騒音してるけど体がこうやって前出たらあんまり意味ないやん、結局ね、うん、あ、じゃあちょうどいいとこがいいか。そうそう、一番結局は普通に座って普通にできるって言うけど、ちょっとこの背中離れる分にはいいけど。そういうこと。じゃあもうちょい前の方がいいかもな。でもそしたら前すぎ？別に位置めんどくさいな、難しいね。いやめ、俺なんかレンタカーとかはこれめっちゃ売れ話やけど、女の子とレンタカー行くとかはもう絶対先に車に行って、調節先にしとくってことだ。その調節してるとこ見られたくないよ。見られたくないや。確かに。そうだから、ちゃんと調節して完璧な位置にしてから当たり前のように。いや、自分の車とかだったらそれが先手に行け、まあ、先にもう好きで、うん、そうそうそう、めっちゃいいよね。面白いね、純平のこういう姿なかなか見られない。いやいやいや、本当にね、これはもう恥を忍んで学ばないと。
俺もその先輩と行ったけど、うん、もう完全にこういう会話してるし。あんた。じゃさっきから本当に止まらないもんね、順平の質問が。いや本当に調節するとかボンなんか見られたくないからね。教習所では教えてくれないね、そんなことは。どうかっこよく、どうか乗ればかっこ悪いかとか、安全な運転しか教えてくれませんから教習所は。まあそれ安全なら安全なほどいいからね。そうそうそう、だからちょっとさ頼むよ。いやあとそのこれ見るやん、あのサイドミラー。これは俺お父さんかもあんないけど、首を振りすぎてやっぱダサいよ。いやそうだ、それは思うわ、うん、だから目でできるだけちょっとだけ首動かして、あとは目で動かすとか、はいはい、でもまあまあちゃんとやっぱ目視は大事なわけで、まあ見るは見た方がいいやん、危ないもんね、うん、事故ちゃんと見た方がいいんやけど、うん、でも首でこんなん振りまくってたら、はい、こいつ慣れてねえなと思って。いや俺路線変更はね苦手かもな結構。まあそうね、いやまあどうやって、いや初々しいね。まあちょっとこんな感じで今日は順平が運転します。マジで教えてもらってる。ワイパーを教習してもないかもしれない。これが、これが今一個上がもうってことで、かき小屋、はい、福岡の、まあ、糸島といえばかき小屋なのかな、分からんけど、めっちゃそういうイメージある。海か、じゃあかき飯いただきます。これね、かこんなか、これって福岡独特の文化なの別に。もう分からん、あの玉焼きとかでも東京、千葉とかにもある。そうなんや。これうまい。どう、いい感じ。あ、これタコをさ、タコをひっくり返してほしいよ、これ。失礼します、アワビになります。はーい、はい、これも焼くわけ。はい、あー、ごめんなさい。うわ、動いとうやん、すごっ。そこすご見て、食べ口切って。え、めっちゃ生きとうやん。え、ちょ、動けちゃう、動けてみる。グロー、いいよ。でも生で食べんかったっけ。アワビね。これアワビ、アワビ、あー、アワビ。ちゃー、めっちゃ急いでる。え、すごっ。わー、いいですね、置いてください。あー、ちょっと、あー、置いてください。ね、置いてください。やばー、え、こ、アワビってこんな動くの。わかんない、うちアワビちゃんと食べた。いや、これ今地獄やろ、アワビ。暑いよね。アワビの気持ちになったら、こんな動くの？アワビって。お、そういうことです。おもち浜も君も室見川もないっていうね、都会にはっていう。なるほど。ここが室見川ね。これが室見川。ちょっと水、ちょっと水があれやけど。これが室見川ですね。いい歌なのよ、楽しい街っていうタイトルですね。だからもうシンプルよね、はい、めっちゃ美味しい。これうちと純平は塩とキャラメルです、うん、元気さんはごまとアサイとごま、だごまがめっちゃうまい。確かにこう通販もやってるんよ。あ、ジェラート、でジェラート通販で買えるし、うん、なんかレベル高い。これここの小物とかめっちゃ可愛い。ロイターマーケット、皆さんあのお支払いは現金のみなので、お気をつけて。やっぱこういう情報も発信していかないと。こうめっちゃおすすめよ。おすすめですね。うん。夏とか晴れた日とか、いいね。いや、マジで、ほんと、糸島ってマジでドライブデートいいよ、うん。なんか観光とかって福岡実施することあんまない。そう、マジで糸島行くしかないもんな。だけどさ、なんか、そうね、ダザイフ、車借りてダザイフ行ったり糸島行ったりするのがいいかもしれない。そうね、うん、本当にそう、本当にそう。ご飯食べる以外に楽しみたい人は。ほんまにそう。好きな人と来た方がいいぞ。え、どうしたの。え、そうじゃない。いや、そうじゃない。ドライブデートって。え、今何そのアピール。ね、なんかあった。恋バナでもしたい。いやいや、そういうことじゃない。好きな人と来た方がいいぞ。いやいやえ、それ。今の何。まあまあ、で、彼女と来たことある。いやいや、ないないない。絶対来た方がいい。糸島マジで。え、彼女と。ね、彼女行ったことがあるの、あなたは。俺はまあ、ゆりこと。ゆりことはいろいろ行きましたね。車持ってますね。そっか。はい、車持ってる人いいね、群馬で。ジュジュニの彼女ね。やっぱ車の中ではジュジュ歌うね、ゆり子。いや、そんな、ジュジュの記憶全くない。あ、ないか。うん、もう今50歳ぐらいなんだよね。バカ野郎。めっちゃいいね、ジュリコって。バカ野郎。ジュリコとジュジュ混ざって、ジュリコって言ってる。ジュリコ何個上 ?7 個上だからな。7個上。もうでも35。やべえ。35じゃん。マリコ。ここはワンオクや。うん。35かよ。結構あるね。まだ。本
人やな。じゃあ当時から大人っぽかったね。だとしたら写真結構大人っぽかったっ ってかまあ29やもん当時。すごいね。ああまあそこそこそこ29やもん全然。今の俺より上と。やばいね。そりゃ彼氏が何？うん7個下で YouTube 始めてたら、そりゃ来るやろ、そんな。ふざけんなって。舐めんじゃねえよ、なるもんな。いや、もう全然酔ってない。あべ。あべ。どこ行った？え？その声はもしかして。人間さんじゃないですか。人生ってのかな？考えず急ぐ行動。見ましたこれ。人生さんが勢い。考えず急ぐ行動。はいはいはい。まさにそうですね。いけるよ。いけるよ。いや本当に思ってる。いけるかなこれちょっと。いけると思うマジで。これ。これしてみたい。変態なんか何？人間をやめて変態人間になる。人間スペシャルになるんですって。え、じゃあ名前も人間スペシャルなんのかな。楽しいよ。いいね。動画上がってますね、人間さん。いや、みんなもぜひね、見てほしい。コメントしとこうかな。あ、ほんと？うん。おめでとうって言っとこう。おめでとう、P。ほんとに何も俺はもう、ほんとに関わってない。関わってないっていうか、その、もうこれはほんとに人間がやりたかった。いや、知らないけど。いや、ありえるやん、なんかその、はいはい、七月平なんかさ。やってんじゃないのみたいな。はいはいはい。これノータッチね。本当ノータッチ。こっから上がっていく動画とか全てノータッチ。人間が一人で考えた。いやだから本当に応援してるの。ちゃんと応援してるね。もちろん。それよりうちも応援してる。いやそれはそれ本当に応援してる。うん。ゲキさんも応援してるよね。なんて言ったコマ王よとか。人間スペシャルさん。はい。コラボさせてほしい。パシフィック人間スペシャル。まあ、もしかしたらありえると思います。はい、何しても笑っちゃうのさっきからずっと。いや面白いからずっと。面白いからあ面白すぎて、うん、ほんと俺も純平スペシャルしよっかな。そうしたらサブローもスペシャルとかつけ出す絶対。